こんにちは。10月17日、ジャニーズ事務所はその看板を下ろし、スマイルアップとしてジャニー氏の被害者に対する補償をするための会社になります。そして新会社を設立し、タレントの個人事務所とエージェント契約を結びます。エージェント契約の最大の狙いは、性加害問題で失った CM の仕事を受けやすくするためです。ポイントは、契約を交わす当事者が事務所ではなくタレント本人になり、性加害問題を切り離せること。企業側は契約しやすくなるし、ジャニーズ側もコミッションの収入が得られるのです。所属タレントの知人はこのように語ります。エージェント契約方式を発表した10月2日の記者会見前に、その説明を受けたのは嵐のメンバーなど藤島ジュリー景子氏と近いタレントだけ。会見の翌週からようやく契約についての説明が始まりました。嵐の櫻井翔さんは会見当日のニュースゼロ日本テレビ系で契約について全ての選択肢をテーブルに載せてじっくり考えていかないといけないなと、熟慮する考えを示しました。事務所関係者はこう明かします。それはあくまでポーズで、ジュリー氏最側近の嵐はすぐに契約を結ぶと見られていました。ただ櫻井自身はまだ決められないと、本当に契約を渋っているのです。事務所の今後に不安を抱いているのでしょう。仲のいいタレントにも先輩後輩問わず様子見した方がいいとアドバイスをしています。2日の会見にはスマイルアップの社長となった東山紀之氏と副社長の井ノ原快彦氏が出席。旧ジャニーズの代表取締役だった藤島ジュリー景子氏と白長谷傑前副社長は姿を見せませんでした。事務所って商品であるタレントを守るところでしょう。会見でその商品を加害者のように矢面に立たせて、ジュリーと白長谷は逃げた。そこが一番許せないんです。そう熱く記者に語るのは田原俊彦氏や渋垣隊のチーフマネジャーを務めた板野俊夫氏です。1975年に3人組グループジャニーズジュニアスペシャル JJS のリーダーとしてレコードデビューした元所属タレントでもあり、ジャニーズ事務所の表も裏も知り尽くした人物。72年フォーリーブスの付き人募集に応募した板野氏が事務所で働き始めたのは16歳の時でした。住み込んだのは当時渋谷にあったジャニー氏の自宅兼合宿所。付き人の寮は原宿にあったそうですが、板野氏だけがフォーリーブスの北浩二さんと郷ひろみさんが住む合宿所で暮らすこととなりました。板野氏が寝る和室の布団にジャニー氏が忍び込んできたのは住み始めて 2,3 日目のことでした。身体を触ってきて、あそこに手が伸びる、パンツを脱がせるとおしぼりできれいに拭いて口でします。田舎から出てきたばかりで童貞だし、わけわかんないですよ。でも男だから出せば気持ちいいわけです。その異様さといったら、一旦ジャニーは洗面所へ行く。ペッて吐く音が聞こえるんです。温かいおしぼりを持って戻ってきてきれいに拭いてくれる。その後に今度はお尻を触り出して、なんかヌルヌルしたものを塗られ、今度は痛いわけです。地獄の日々です。行為の最中、ジャニー氏はこんな言葉をささやくという。言う、もうちょっと我慢しててね。言うのためにね。ジュニアのメンバーを今集めてるから、もうちょっとだからね。その言葉通り10人近いジュニアが加わり、おぞましい光景が繰り広げられました。公演先の地方のホテルではジャニー氏がジュニアの部屋に入ってきました。ゴム製のフランケンシュタインのマスクをかぶったジャニー氏がジュニアを驚かせ、ふざけ合っている間に性加害に流れることもあったといいます。タバコの煙やブランデーを口移しで飲まされることもありました。キスしながらこっちの口に煙を吐くんですよ。ジャニー本人は普段酒を飲まないんだけど、こういう時だけ口に含む。僕らは未成年ですから頭がクラクラしていましたよ。板野氏は約50回の肛門性交があったと記憶していると言います。ジャニー氏からの被害がなくなったのは
JJS がデビューした頃のあるトラブルがきっかけでした。あるタレントがスクールメイツの子たちを合宿所に連れ込んだんです。僕はその一人と関係を持った。そうしたら臨病になってしまった。話を聞きつけたジャニー氏は合宿所の三畳間に板野氏を連れて行きました。ユウは僕を殺す気か、怒鳴って拳で顔面を殴りつけたと言います。 JJS の後、板野氏はジャニーズ唯一の女性メンバーがいた。 VIP というグループに参加するもブレイクすることはありませんでした。そして田原俊彦さんのバックダンサーグループジャパニーズを経て田原さんのチーフマネジャーとなりました。副社長のメリー北川氏がマネジャーの言うことを聞かない田原さんを持て余し先輩の板野氏をつけたのです。渋垣隊のチーフマネになると音楽面でも売り出し方を考えプロデューサーのような立場となりました。その頃少年隊の衣装担当としてジュリー氏が家業を手伝うようになりました。ジュリーには何度も怒鳴りました。ある衣装業者にコンサートの衣装を発注していたらなかなか仕上がらない。調べるとジュリーが少年隊の衣装をこっちを先にやってと横入りしていた。ジュリーに電話して世の中には順番ってものがあるんだよ、いい加減にしろと怒鳴りました。するとすぐにメリーに告げ口してメリーが僕を怒る。あの人はジュリーのわがままだけは全部丸呑みでした。会見の手紙でジュリーは母親に何も言えなかったと言ってたけどそんなの嘘ですよ。ジュリーはその時々に売れているタレントにくっついていた。最初は渋垣隊の元木正弘に夢中でしたが相手にされないと東山と付き合うようになった。メリー氏はジュリー氏と東山のためにマンションを用意していたといいます。六本木の芋洗い坂のあたりにあったマンションを合い引き用に用意した。その時東山の現場マネジャーから東山にコンドームを買いに行かされるんです。こんなことをするためにこの仕事を始めたんじゃないですと愚痴を聞かされたこともあります。板野氏は光源氏を担当した後89年にジャニーズ事務所を退所して故郷に戻りました。実は某週刊誌は99年の性加害についてのキャンペーン報道時に板野氏と接触していました。しかしその時は板野氏が口を開くことはありませんでした。あんなひどい性被害を耐えて地位を築いている後輩がいる中僕が喋るのは良くないと思っていました。でも僕も後輩たちもずっと洗脳されていたんですよね。先に声を上げた後輩たちを支えるためにも僕も話すことにしました。もちろん取材でお金をもらおうなんて一切考えていない。先輩である北浩二さんと豊川嬢は覚醒剤にはまってしまったし薬や大麻で逮捕されたジャニーズタレントはたくさんいる。僕の場合は酒と博打。やはりこれはジャニーの性加害の影響もあるでしょう。僕の場合10代から六本木の主みたいに飲み歩いていました。未成年なのに NHK のプロデューサーたちと賭け麻雀をするジャニーの台打ちをしたこともある。このような板野氏の証言についてジャニーズ事務所に書面で事実確認を求めたところそのような事実はないとの回答でした。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは